ご乗車ありがとうございます。特急しらさぎ56号米原行きです。次は終点米原、終点米原です。お出口は右側です。ありがとうございました。まもなく終点米原、終点米原です。お出口は右側、7番乗り場に着きます。米原駅構内に入りますと列車が数回左右に大きく揺れます。足元にご注意ください。本日北陸線内一部区間速度を落として運転してまいりました。米原駅約4分遅れての到着となります。そのため米原駅から光635号新大阪行きへはお乗り換えいただくことができません。米原駅10時53分発光635号新大阪行きへはお乗り換えいただくことができません。京都新大阪方面新幹線ご利用のお客様は恐れ入りますが11時16分発こだま707号をご利用ください。なお切符のご変更につきましては米原駅の乗り換え改札にて受けたまわります。名古屋方面光646号東京行きへは通常通りお乗り換えいただけます。10時57分発光646号東京行きは10時57分発12番乗り場です。鮫ヶ谷関ヶ原方面普通大垣行き11時ちょうど着きました。同じホーム7番乗り場です。なお10時50分発新快速姫路行きこちらの列車もお乗り換えいただくことができません。琵琶湖線ご利用のお客様普通加古川行き10時59分3番乗り場からの列車をご利用ください。米原駅約4分遅れての到着となります。本日お急ぎのところ列車遅れまして大変ご迷惑をおかけいたしました。お詫びいたします。まもなく米原に到着です。車内に落とし物お忘れ物などなさいませんよう荷棚の上、窓枠、座席の前ポケット、カーテンの後ろなどよくお確かめの上お降りください。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございました。